はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回は今日はオフな日っていう時におすすめなストレッチ動画を上げられてるグータラストレッチさんをご紹介します。どうもこんにちは、グータラストレッチです。運動嫌いの人の向けに寝っ転がりながらやるようなストレッチを紹介しています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日はどうやらグータラストレッチさんがお腹が気になるということなので、このタートルフィットネスのチャンネルですごくバズった2種目の腹筋をやってもらおうと思ってます。実はですね、私ちょっと白状をするんですけど、タートルさんが過去に上げられてた動画ね、デッドバグとカエル足、私実際やってみたんですよ。めっちゃお腹に効くんですよ、あれすごすぎて。もう上手にできてる証拠ですけどね。本当ですか、でもすごすぎてちょっと私のチャンネルでもそれ紹介させてもらっちゃって、もうパクられてるなって。ありがとうございました。はい、そうなので、ね、今日は本気に教えてもらおうかなと思って今日はちょっとお邪魔しました。お願いします。頑張りましょう。お願いします。ちょっとね、私のお腹を、はい、ちょっと今日はいじめてください。お願いします。やっていきましょう。今回2種目、はい、たったの30秒ずつです。はい、やったことあるけどお腹に効く感じがしないっていう方とか、やったことない方も多分いると思うので、はい、一緒に動画を見ながらやっていきましょう。やっていきましょう。頑張っていきましょう。それではじゃあ準備をしていきましょう。はい、やりましょう。よし、じゃあまずは、はい、カエル足からやっていきましょう。はい、あ、先生カエル足大好き私。まず上向いて寝ます。はい、そしたら膝90度で膝上げます。はい、この時に腰に隙間ができてない人は、はい、バッチリお腹に効きます。はい、もし腰が浮いちゃうって方は、腰痛くなる方いるんで、このまま足つけたままで膝をちょっとパカッとね、開いてみましょう。で、この膝の位置が近いほど腰がつきやすくて、遠いほど負荷が上がります。本当だ。でも腰が浮く場合は少し手前にしてもらって、お腹に効かしていきましょう。おお。どうですか。確かに遠いとすごい負荷がすごい。ちょっと腰チェックしますよ。はい、大丈夫ですか。オッケーオッケー。あ、オッケーです、よかった。その位置でいきましょう。腰が痛い人はちょっと近づけた方がいいですね。はい、膝近づけてもらって、はいはい、ここから手は前に伸ばしましょう。はい、うん、はい、手が後ろなら負荷が上がるんですけど、はい、ちょっとレベル上がっちゃうんで、はい、手前にしてもらって、はい、おへそを引っ込めながら、はい、上体をぐーおーと起こします。はい、これ今起こした時にもう足手前に来ちゃってるんで、さっきの位置です。あー、ちょっと待って、これきつい。しっかり下向いて体をキュッと起こして、いい感じです。こういう感じです。めちゃめちゃ効きますね、これ、やばい。これを30秒間一緒にキープしましょう。はい、呼吸はできれば、はい、10秒間ふーっと吐き続けて、はい、お腹をどんどんへこましてください。これはやばい。で、息は一瞬で吸います。はい、できれば呼吸2回です。はい、やっていきましょう。はい、はい、じゃあしっかり腰つけて、はい、足の位置を、腰が浮かない方はちょっと前に出してもらう。はい、腰が浮く方は手前に寄せて、はい、手を前に伸ばして、はい、しっかり下向いて、ほう、じゃあ息を吸っていきましょう。はい、せーの、はい、ふー、1、2、3、4、しっかり起きて、6、7、8、9、はい、吸って、吐く、1、2、3、4、5、6、7、頑張って、8、9、はい、吸って、はい、ラスト、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、オッケー。これはきつい。よく頑張りました。いやー、今ちょっとね、10秒の間で5秒で息吸ってましたけど、まあよしとしましょう。バレてた、バレてた。よく見てる先生。よしとしましょう。お腹が引きちぎれるなと思いました。で、この後にデッドバグをしたら、もうさらに効果的。これ痩せちゃうじゃないですか、やめてください。デッドバグはまあ30秒ですので、呼吸は同じです。はい、第2ラウンド行きましょう。頑張りましょう。よし、行きましょう。はい、はい、じゃあ上向いて寝ます。はい、上向いて寝ます。大丈夫ですか。大丈夫です。よし、行きましょう。このままでそう。はい、これも同じように腰が浮いちゃうと腰痛くなるんで、はい、腰がしっかりつく足の位置にします。はい、足は普通にブラーンとします。そしたら上体を起こして、手は万歳、頭が負荷になるので、はい、楽な人は上向いてください。おお、手万歳です。もっと上、もっと上です。はい、で、足もっと前出して、はい、こんな感じです。はい、じゃあそれを30秒間キープしていきましょう。かなりきついですが、お腹引き締まりますんで頑張りましょう。それではいきましょう。足軽く開いて、足前に出して、腰つけて、手は万歳して、
上体起こして、はい、しっかり息吸って吐きましょう。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、吸って吐く。1、2、しっかり上体起こして、4、5、6、7、8、9、はい、吸って吐く。ラスト1、2、3、4、しっかり起きて、6、7、8、9、10。 OK。 きつい、これはやばい。いつもストレッチしかされてないぐーたらストレッチさんが今日は筋トレをしてくれました。これうちでネットワークちょっと入れた時はもう7秒とか6秒とかちょっと30秒はねちょっと長かったですね。これでも効く。これはマジですごいですね。これはよく効くんですよ。さすが本家だわ。とんでもないですよまあもしね腰が痛かったって方は、まあ、30秒じゃなくて10秒とか ね、ああいう感じで、うん、コツコツと続けてください。もうポイントは息しっかり吐くってことがポイントなんで、はいはい、うん、息が例えば5秒しか持たないよってなると、はい、そっからさらにお腹がへこませれるのにもったいないんですよね。はい、確かに。できれば10秒吐き続けるあの辛さのなんか10秒吐くの相当しんどいです息止まっちゃう人いますからね、やっぱりね。そうなんで、まあ、それ良くないですもんね、うん、そしてこの腹筋とかをした後には、はい、やはり筋肉伸ばした方がいいので、はい、そういった場合は説明欄にリンクを貼ってるんですけどもぜひぐーたらストレッチさんのところに行くと、はいはい、いろんなストレッチの方法を動画見ながら一緒にできるんで、はい、ぜひ遊びに行ってみてくださいありがとうございます。あのうちのね、あのチャンネルでもタートルさんとのコラボあるので、うちではねストレッチしながらお腹痩せの動画一緒にねやってるので、ね、そちらも見てくださいご視聴ありがとうございました。ありがとうございました